お疲れ様です。今日はですね、久々にこちら京介クローンデッキやっていきたいと思います。さあ出ました。ここ最近やばい、僕のチャンネルはもうこれしか上がらないんじゃないかっていうぐらい京介クローン上げてるんですけども、まあ、今の環境ギャングが強くてね、このギャング型がちょっと登場したので、そちらね今日やっていこうと思います。前までエレスピかな、そうずっとエレスピでやってて、まあ、あとはなんかホバリングが入ったりだとかぐらいか、まあ、あとは環境がミラー環境だったんでね、ミラー入りとかもあったんですけど、まあまあまあ今はエレスピか、まあ、ギャング強いんでね、ギャングでいいやろっていう感じかな。でまあギャングになったことによって、まあ、ギャングもスケアミもあるんで、まあ、スケブスケルトン部隊もあるんで、結構陸はめっちゃ強くなりましたね。そう陸はめっちゃ強くなって、まあ、回転はちょっと落ちたって感じかな。そうなんですけど、このなんかね両サイ攻めがめっちゃ強くなりました。あのね京介コウモリとかでね右サイド組んだ逆サイ左側にはねスケバレギャングとかスケバレなんか吹き矢みたいな、こうすごいですね。もうクローンデッキってやっぱね片サイだけでなんとかしちゃおうぜってこうなっちゃうんですけど、まあ、このデッキはねもう両サイ両サイ両サイパーティーが理想っすね。さあもうプリンちゃんが出てくんのかい、コカちゃんっすね。よいしょ、ギャングバレル、テスラ、インフェ、さあテスラ痛い。さあこれテスラがないので、ここの京介コウモリクローンめっちゃ強そうなんですけど、相手のプリンの位置次第ですね。あーめっちゃ低めにしてきたっすね。ちゃんとあれもやばいっすねマジ届かねえもん、ウッドがもう何マスか伸びてくんねえだな。そうクローン対策ですね。まあ敵はバレてるんでね。さあプリンと、こんなのはもう全部許容してあげて、ゴリラマウンテン、ゴリラお？マジでこれが楽しいっていう、はい、これやってた昨日あのマジ71何人ぐらいだったのかな、気づいたらマジ75ぐらいまで行ってて、そう今ちょっと落としちゃったんですけど、めちゃ上がるやんと思いながら、いやそう楽しいんですよねこれが。よいしょ、さあワンチャンロケ、ワンチャンロケ、さすがにかテスラやっすね。でこれ意外とね逆サイ攻めるんすよね僕。まあプリいるんで無理せずかな。あの低めプリン最強っすね。いけ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 、事故ってくれーと祈りながらね。おっ、なんちゃるぞ、おっ左か右か、ワンチャンありそう。よいしょ、さあ届きます届きます、奇跡的に奇
奇跡です。こんなん勝てません。いやでもギャングのあのなんだろうね、まあゴブリンバレル防衛はもちろんですけど、なんか攻めギャングがいいですね。なんかキョスケの後ろは僕あんまつけないんですけど、逆サイのなんかこうちょっかいかけるギャングがね意外と強いし、なんかそこにこうたまにねクローみたいな、なんか意味わかんない攻めができるのがね増えましたね。そうもうなんだろう、無限っすよ無限。てかスターライトだ、遅延つけだっすね。やばマジ終わってるっしょ攻めマジで普通にやばいっすよね。マザネク引いたらもうグッドゲームするっていうの、やば。でも遅延つけで僕きついんでね、これきついんすけど、まあなんか毎回違う攻めじゃなくてね、意味わかんない攻めをしてさあ崩していきましょうか。やっぱねキョスケ側にクローンしたくなるんですけどね、逆サイのスケバレ短期とかミリ残りのなんかねはみ出たやつらとかにするのも意外と刺さるんでね。さあこんな感じで、うわーマジか、今絶対スケバルの方にさアイビズ落としてくると思ったんですよね。噛み合わんかったっすね、まあ、両方削れたのはいいことなんですけど、折れなかったのはめっちゃ痛いっす、ね、さあこんな感じでもうチェーンスケバルにもワンチャンあるよと、まあ、こう見るとね何にでも勝てそうってなっちゃうんですよね。脳がバグっちゃうっすね。さあデビドはちょっとあんま自信入れたくないっす。やべ、延命ミスった。痛えよーマジで。チェンスケラ余裕で持ってかれるんでねこれ。さあさっきみたいないいことが起こりますように。おお、復旧頑張れ。やべやべやべ、ちょクローが急に下手になってきた。さすがにかてーよー、鉄壁すぎるよー。もう吹きはどっか行った、もう帰ってきた。なんやお前、ワンちゃん事故れ。お、あるぞ。マジでやり込む、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 世界変えてくれ。
ロロ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 マーシャル耐えて、たまたま、うおーい、デスターライトってやばいっすよ。え、めっちゃうまいっすよ。チェーンスケラ、チェーンスケラの神様って呼ばれてるかもしれないやつ。やばい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 、奇跡起きてる今。まあこれも全てちょっとギャングがね、ギャングがマジでいい味出してるさ。ギャングが、ギャングな、いいな、防衛で頑張ってくれるっすね。まあでもギャングは攻めで使って、スケルトン部隊は防衛とか、まあどっちかは攻め、どっちかは防衛みたいなね。よしよし、ほんとチャイもっと楽に勝てるんすよ。ほんとに。じゃあラバ行きたいっすね、ラバ。ラバはね、めちゃくちゃ勝ちやすいんすよ。ほんとに、キョスケスケバレーコウモリクローンをラバの同サイドにやるっていうのを徹底すると、いいっすね。まあなんか、事故るとね、すごい怖いんすけど、さ、ヨッシーさんださ、ヨッシーさんが、ガンサーのこのキョスケクローン作ってましたから、そうよ、もうこの人のデッキでたまたま俺がこんなにドハマりしてるっていう。あー、ちょっと待って、マジで暇さ。メガネとコカツの可能性の方が高いかもっすね。あ、違った、あれ好きや、お、同じになってるかもしれない、奇跡的に。嫌だな、でもそれはそれでマジなんか変な試合がね。LSP 型だったらな、めちゃんこ相性いいかもしんないんですけどね。うん、これもお互いできるもんな。これウッド使った後のこれ、今の俺もやろマジ。あ、ミラーだけすごいしょうもねえな。スケバルもきちいしなみたいなね。ミラダギス渋いっすね。よいしょ。まあコウモリは強えのか、インドラがいない。まあって感じです。まあスケルトン部隊がちょっと強すぎるかもっすね、これ。スケブギャング。ああ、ウッド使ってくれるのこれ、めっちゃ美味しいっすね。ウッド使った？ウッド使った、もうスケブギャング、スケバレ、スケブギャング、スケバレクローン行きたいな。ウッド使ったっすよ、ウッド使った、スケブギャング、スケバレクローン。あのね、もうバーゲンセールや、あんな、あ、やばいなマジ。ちょっと回転遅いっすからね、お互い。やべ、スケバレンクローンできたら使ったけどマジキモすぎるマジで映画キモ、映画もう。これ多分キョスケ出しても行かれるっすね。さては、やばい、お前バカ何やっとんねん。キョスケ出しても行かれると思ったんですけど、そんなことない。ああ、いいスケバレボーイね。キョスケって吹きはワンパンできるんだっけ、強っお前、強すぎ、ちょっと今びっくりし、さあスケルトン部隊で守ってくるっすね。これ全然使ってねえな。もう飽きたかな、そろそろ。そうっす、飽きてきた。もうやっぱキョスケ出したらね、ワンテンポ遅れちゃうっすね、もう。っていうのお互いもうなったと思うんで。わあ、それはエロい。うんもう長いっぱいになってきたな。ちょっと違うことするか。
一生これしてる。やべえ、もうこのダメージひっくり返らんすねマジでミラー対決するときは皆さん、もう強スケをね出さずにやってみてくださいこれミラーなんだ、やばいよな多分。しかも今使ってるのもいない、ほぼ他にいないですから、奇跡のマッチアップですよこれ。さあミラー対決か、ミラー対決やってきてやばいっすね、放送事故ですからね。さあもっとね楽に勝てるのいっぱいあるんですけどね、本当に今日スケバレ組むだけ勝ったぜみたいなよくあるんですけど、今日はなかなかそんなマッチアップがないですね。さあウッドがない小型使いですねこれ、定期的に当たるっすね。おでかいこれ、サイクル事故ってんの残れ、はい、もろいね。さあウッドがないんで吹き矢が最強かな。まだスピリットゲームめっちゃあるんですよこの人なんで、スピリット来るんで逃げる。お、なんだこれ、あれですか。さあマジでスピリットおじさんですね、スピリット2体入ってるかな、枯渇に。ちょっと特殊っすよね。もう俺でも美味しい。よいしょ。まだ売ってないからさ、そのバルギリ結構命取りですよ。と思いながら。いやー、絶対今クローンできたな。ただ事故ってそうだったけどな。さあ、というわけで。まあちょっと怖いかな。あやばいやばいやばい、痛すぎ痛すぎ。エレスピーウッドやん、もうエレスピーはマジで最強だからな。ちょっと大きい、ちょっと大きいけど、やべえスプリットくるこれ。おぉ、いやワンチャンっていうか全然組めればあると思うんですけどね。まあ攻めるともないんだね、うん、まあ一旦まだ耐えの時間かな。まあ、バルキリー、サテさん、イチコス。小物の防衛が強すぎて、だんだん追い上げてたっすね。ここかパーティータイムマジでロケ当たんなよ。あー許せるぐらい入ってるなよしよしよし、あんだけいるきりゃそんな神のね。あーロケも無理だよね。よかったよかったよかった、今ので、ね、もう完璧に守られた。ちょっと怖かったですけど、さすがにそナイスウッドないのでかすぎ。おー出たトルネ、100% トルネ使う人っすね。もう絶対トルネのバルーンかスケラの2択です。はい、よそりく YouTuber ワイティン、あれ俺が嘘つきみたいになるやん。おいトルネ使ってなさそうだなこれマジで、え俺今までマッチングしてトルネじゃないことなんか逆にないのに。本当ですか、お兄さん、トルネ引退っすか
あーなんだよっ、あ、よかったよかったよかった、お兄さんトルネだったやっぱマジでびっくりするがそんなんね、急に意味わかんで使われたらつけらっすね。ギャングのマジギャングなんかめっちゃ強いっすよ、本当に強すぎるやろっていう、ガチで多すぎ多すぎっていう、ここ最近みんなギャング、俺もギャング、やめて、インドラ来るわ、やべ、いててててて、エレスピ欲しい。さあこれまあ渋すぎっちゃ渋そうやけどな、なんか俺の攻めがね通んないっすね、ギャングなのもまた嫌だし。さあどうしますか、まあ、スケバレ飛ばして、スケバレ飛ばさんと何も始まらんすよね。あ、これ近畿道やと思って、いや違った、ただただあの餌いっぱいあげただけだった。あ、でも結構入ってんな、ベビー来たらもう気をつけも出してあげる。あー少ねえな、いやー来そうだったな今やっぱ。であっちに振っといてこっちっすね、ここ突破したい、今殺したいあいつを。うっ、いやー強いんだら、まあダメージ的にはいい分ちょいリードだけど、ん、今よろしく急に戦闘モード今から、やばし、残ってくれ、やばいやばい、痛い痛い、いやマジでトルネ防衛えぐっつえな、お前らならいける、おー頑張ってる、渋いですね、トルネの後から防衛がマジで最強すぎて、走れ、そこで走ってくれたら熱いんやけどな、お、ウキ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 、諦めのクローンだったのに、もうないないの諦めのクローンだったのにさあこれがクローンです、ワンチャンあります。さあというわけでこちら諦めなければなんとでもなるね、はい、キョスケクローンデッキ、いや結構しかもノーマルばっか、まあレアスーパーレア2枚ぐらいか、え結構組みやすいと思うんでね、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではおっつんです。